お疲れ様ですカラダのエイダのステーキング、まあ、こちらについてはですね多くの方がカルダのエイダで利益を出されてますんでやっぱりね暗号通貨の納税についても考えなければなりませんよねノク、まあ、さんがそれについて動画を出してくださったんで概要欄に貼っときますけどもまあね、まあ嬉しい悩みと言いますかね、まあ、ずっと私もそうなんですけどもお金がなくて悩んでいたところ借金の悩みがあったわけですよでも 体のに出会ってからは借金の悩みやそっくりそのまあその利益を出した時の税金の悩みに変わりましたねで暗号通貨の課税ってのは本当にね難しいですよねもともと暗号通貨を私たちが知った時ってのは課税対象ではなかったんですよああ正確に言うとまだ認知があんまりされてなかったんで課税をするかどうかは分からない決まってない状態だったんですよね それがある時突然後決まりで体のは体のというかね暗号通貨はお金なんだということで課税対象になっちゃったこれはちょっと複雑な思いがしましたよねお金というふうに認められるからこそ認知度が上がって使う人が増えるのかなと思うところといやお金と同等になっちゃうと確かに税金で問題出てくるよねとだってビットコインをはじめとする暗号通貨って課税されないものと一緒だから。 という解釈でスタートしてたんですよねまあ皮肉なことに有名になればなるほどこれはお金じゃないからというふうに認められることもあったりでもお金として使い勝手が悪いということでまだ市場流通が一般的でなかったりまあだから本当にねあのいいとこ取りじゃなくて悪いとこ取りされちゃったかなというところですよね、うん、まあ、今でもあの時の麻生財務大臣のね顔は覚えてますけどね 麻生さん自身がビットコイン買ってたみたいですけどね。はい。ノクさん、動画の方ありがとうございます。それではね、動画はあ概要欄の方に貼っておきますので、ご覧いただければと思います。今後もノクさん、動画の方、また送ってください。ありがとうございました。